日本岡山県岡山市南区三島三島は、岡山県岡山市南区にある大技である。古くは、三島とも表記されていた。瀬尾地域にあたり、同市の瀬尾地域センターの所在地。また、旧瀬尾市長及び旧瀬尾町役場の所在地でもあった。岡山市立三島小学校、岡山市立瀬尾中学校の学区内であり、連合町内会、コミュニティ協議会の区域は、 三島で、同学区はむね三島の一大寺のみで構成される。郵便番号は、郵便番号701-0206。人口は5527人。世帯数は2250世帯。備中三島駅市の南部にあたる農業地帯で、林間丘陵の南東部分に位置する。以前は、ラングサの産地として知られていたが、現在は、近郊のベッドタウンとなっている。 東隣の瀬尾とともに、旧瀬尾町にあたる瀬尾地域を構成し、そのうちで、当地一あざのみの三ノ島地区を構成する。地区内東端の瀬尾との境界付近に、瀬尾地域センターが所在する。元は海に面していた漁村であったが、鎌倉時代に始まった干拓により、農地が広がった。鈍海寺、赤松などの集落がある。かつては、 禅宗の盛んなところであったが、慶長年間に、領主花房氏によって、日蓮宗に改められ、林村の背負とともに、全村日蓮宗に変わった。美の島神社、日蓮宗殿会寺、堂、正福寺などがある。干拓による神殿開発が始まるまで、現在の早島丘陵は、日々の穴会に浮かぶ島であった。島の南東部分に位置している美の島無漁業によって、 生計を立てていたと推定されている。その後、鎌倉時代頃から江戸時代にかけて高橋川東流の堆積作用によって、木々の穴会は次第に浅くなり、干潟の海を埋め立てでの神殿開発が進んでいく。江戸時代初期には、高松に陣屋を構えていた浮田氏元家臣の旗本、花房氏の所領となった。その後、庭瀬藩戸川氏の分家にあたる旗本、 戸川氏の所領に代わり、東隣の瀬尾村に、陣屋が設けられ、瀬尾地業者の支配が続いた。早島丘陵南側の海は干潟で、日田開発に都合が良かったため、江戸時代には当地及びその周辺地域で、1626年に、木屋神殿、1628年に、大福古神殿、米倉神殿、伊豆田神殿、1631年に、大福新田。 1637年に万倍神殿。1651年に東神殿。1670年に平田神殿、辰巳神殿。1732年に丸島神殿。1823年に京女神殿が造成されている。このうち丸島神殿が当地の一部にあたるが、この他に東新田、西日田、浜前、日田、門前、日田などがある。 しかし、その開発年は定かではない。当地周辺沖には、干潟が広がっており、瀬尾の漁民の漁場、林島、美の島のエグサ栽培の肥料確保の場としても、重要な場所であった。その干潟をめぐって、備中国、備前国とが互いに、自分の領地であると主張、大きな問題に発展した。江戸幕府は、干潟は、幕府直轄で開発をすべきと判断。岡山藩に、 教助神殿開発を命じ、京余家村を備前半に編入する代わりに開地を求めた。結果として、解決に約100年間を要することとなった。教助神殿の用水を確保するために、新たに水路として汗入線が掘られた。1821年に工事が着工したが、汗入りの岩盤は固く難工事となり、1824年に完成した。 当時は岩をひねし崩しながら掘るという工法だったが、勾配が不十分なため計画通り水が通らないことがあり、栗坂の二郎狐に騙されて汗入り掘っても水はコンコンと皮にられた。明治時代になり、京女神殿の隣に藤田の干拓が始まり、汗樹水道の掘り直し工事が行われた。また、江戸時代には、岡山城下と琴平宮を結んだ街道である。 コンピラ往来が当地を通った。現在の岡山市立美濃島小学校の前の道路、岡山県道152号倉敷瀬尾線が、かつてのコンピラ往来である。備中村間によれば、江戸時代の村高は1030国。明治22年6月1日、村生を実施し、一応技の美濃島村となる。同33年4月、軍の統合により、筑波軍となる。 同35年3月、瀬尾町と合併し、瀬尾町の大和三島と称する。昭和46年3月8日、岡山市に編入した。平成22年4月1日、岡山市が政令指定都市へ移行し、行政区が設置された。三島は、古くは、三島とも表記されており、古く、小島湾が深く湾入していた頃3つの島があった、ことから名付けられた。 現在の丸島、小山、亀島の三つの丘が、その三つの島である。多節として、小島湾に面していた頃、農家で使う、実の形をした、砂島があり、干拓が見、陸地となって集落が次第に発達し、実の島を存命にしたというものもある。当地の北半分は、丘陵地、南半分は平地である。前述の通り丘陵部は、早島丘陵の東南の一部、 平野部はかつて海で、干拓により造成されたもの。ありがとうございます。